岐阜大垣の旅。これから大学院の先輩がワークショップをやるっていうことなので、まあ、それのお手伝いで岐阜大垣へ。大垣は10年ぶりぐらいかな、来たのは。ハロー。よいしょ。やっぱ朝早いね、東京から。めちゃくちゃ早くて。めったにその時間起きた。あっちか。あっち正面。からワークショップを行います。暇すぎて館長しようとしてる。今回はアートラボ岐阜という、まあ、県のやつなのかな、あんまりよく分かっていないんだけれど。音楽のジャンルはアートじゃないものとか、アートとして捉える音楽的ジャンル、音、サウンド、インスタレーションとかね、そういう部分もあるし、でこれみんなで一緒に同じリズムで演奏すると振動が大きくなります。これに合わせてちょっと空いてたのがこの中華食堂チャングイ。生ビールとおすすめの担々麺を食す。満足。
城です。まああんまりそんな見てどうっていうものもないので、あの大垣城はもうそこそこに、あ、周りの、あの湧き水のところとか見てくる方が風情があるかと思います。はい、養老鉄道っていうのにちょっと乗ってみようかなと思ったんですけど、ちょうどね、あの電車が出ちゃって、で次が2,30 分ぐらい先だったので、まあじゃ あの1駅しか行く予定なかったので、まあ、歩いて行こうということにしてます。昔そこがあのサンクスで、関東大震災の時にちょうど俺はその時岐阜にいて、でここで食料を買いに行った時何一つ残ってなかったと思い出しました。まあ、それもなくなって今もう手揉み、マッサージのところになってますけれども、でもうちょっと向こうに行くと、そのこの通りの右側に、カフェがあります。オムライスが、オムライス屋さんかな、オムライス兼カフェみたいなところがあって、そこのデミグラスオムライスみたいなのが好きでたまに行ってました。ちょっと1,300円ぐらいで高いんですけど、このうどん屋さんがめちゃくちゃ美味しかったんですよね。あの香川で修行した、オーナーさんで、あの母方があの香川県なので、まあうどんの味は濃いだろうなんですけど、ここが唯一美味しかったですね。ここ大垣来たら来たいと思ってたんですけど、物の見事にないですね。そこのコーヒーやスナーショップっていうのは昔よく行ってたんですけど、モーニングはそんなにないんですけど、この雰囲気が好きで、昼とかコーヒーだけでこうゆっくり本とか読むときはここに来てました。ここはめっちゃおすすめです。飯食うってよりはもうゆっくりするところですね。あったかいショコラとか出てきたりして美味しいです。ホットサンドです。
かだったでしょうか。これがまあ大垣っていう感じです。まあやっぱ大垣ついて徒歩でこうなんかやるってなると結構これくらいしかできないで、まあ、やっぱ大垣来たら一番はあのレンタカー借りてちょっと行くと養老の滝っていう大きな滝が見えたりとかで、その近くに、焼肉ロードって言われる飛騨牛とかあのそういったものが食えるあの通りがあるんですね。まあ、そこで、飯を食ったりするのが、一番大垣を楽しめるのではないかと思います。あとは大垣の水戸まんじゅうねとかですかね、そこら辺かな。まあでも久しぶりに来れてよかったです。また来れたらいいと思います。よーし、おあ、俺が来る。どうしたん。めっちゃ久しぶりやん。めちゃくちゃ久しぶりですね。もうね、柳瀬に新岐阜サウナって言って、もっとなんかスタイリッシュなサウナもある。どっちが両方サウナの重鎮だから。いや、だからなぜかあの聖地みたいな感じになってるけど。そうっす、行ったことなかったけどね。いや、俺知らなくて。いや、あそこめっちゃいいよ。ボッチザロック見てる？ボッチザロック。ボッチザロック、アニメ、アニメ見てないです多分。あ、見てないの？ボッチザロック、あの最初発表会ダンボールの中で弾いて。あ、そう、あー、わかりました、はいはい。まだ全部見てないけど。おはようございます。ほな、またな。はい、またちょっと仕事の相談するわ。はい、ありがとうございました。バイバイ。今月下旬以降に入荷が見込まれるものの、すでに購入予約が通常の10倍以上にあたる、およそ300冊分入っている。宣伝してもらうほど気に入ってもらえたかどうかが一番の問題なんですけどね。いや、めちゃくちゃゆったりしちゃって。もっとすごく大きいとことか思ったでしょうね、話だけ聞くと。いや、清潔感がすごいなと思いながら。今のビルを建てたのが昭和53年ですので、はい、もう創立からいくと41年やで、57周年です今年。まあやっぱ裸になってもらうとかね、あの主人も10年前に亡くなったんですけど。ああ、そうなんですね。サウナは絶対清潔でないといかんという人やったんで。お見えになったら声かけてください。あ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。また来ます。はい、ありがとうございます。あ、やらかした。どうしようかな。今新横浜に着いたんですけど、めちゃくちゃ
あのギリギリに新幹線出ることになって、めちゃくちゃ走って、で名古屋から降りて、で来たんですけど、名古屋に荷物置いてるのをすっかり忘れてて、その中にもうパソコンとかも何もかも入ってるんですよ。ああどうしよう、引き返せないしな。で僕から引き返しても、いや無理だよ。今10時20分だから引き返して、で名古屋から東京ないじゃん。一旦帰って明日あの荷物取りに名古屋日帰りで行くか、それしかないもんな。うわーマジでやっちまった。ああしんど、どうしよう。ああマジか。